はい、今回はタイトル通りのお話をさせていただきたいと思います。はい、僕中学時代から、ソフトテニスをやっておりまして、はい、昔を振り返るともう本当今では度肝を抜かれるような、当時のソフトテニスの環境があったんで、その話をね今回はしていきたいと思います。僕平成2年生まれになって今31歳になるんですけれども、はい、これ同年代の方はわかると思うんですけれども、当時ですね、テニスの王子様、あとエースを狙えのこうドラマ化などでありまして、もうテニスのブームがもうすごい時代にありました。まあ、そのブームに乗っかって僕もこう中学1年生になって、まあ部活何やろうかなっていうところで、まあそのブームに乗っかった感じはあるんですけれども、当時はですね、もうその公式と軟式が2種類こうテニスがあるっていうことをそもそも全然分かってなくて、まあ、あの軟式テニス部があるっていうことで、まあ、普通にそのままこう入っちゃったんですけれども、まあ、なんせねテニスの王子様ブームがすごかったこともあって、もう1学年20人から30人がもう当たり前っていう環境でしたね。テニスコート2面しかないのに1学年こう20人から30人いるわけですから、だいたい60人ぐらいの人が2面でずっとソフトテニスをやってるわけですよ。僕そもそもあの中学1年生まで公式野球をリトルリーグでやっていたので、あの中学1年の6月7月ぐらいまではまあそのリトルの大会があって、ソフトテニスとまあ公式野球を両方ともやってるっていうわけわかんない生活をまずしてたっていうところがありまして、でなんでこう野球をやめてテニスをやろうかと思ったかっていうところなんですけど、もちろんさっき言ったようにこうブームに乗っかったっていうのもあるんですけれども、やっぱ野球はこう動いている時間がねとても少なくて、まあ、打順もね9人にこう1人しか回ってこなかったり、まあ、ずっとボール投げてるのはこうピッチャーとキャッチャーだけなわけであって、すごいこう暇な時間が僕長いのがすごい嫌で、ずっと動いていたかったので、まあそのテニスをねやり始めたっていうのもあります。で僕今静岡県に住んでるんですけれども、出身は長野県でして、まあ、社会人になるまではずっと長野県にいました。で長野県の当時のまあ、テニスの環境すごい、まあ、面白いというか、やっぱそのブームがあったっていうのもあって、めちゃくちゃとまず人数が多くて、まあ、あの他の県の環境とかちょっと分かんないであれなんですけれども、まあ、長野県の人口ってもう田舎なんでめちゃくちゃ少ないのにもかかわらず、ブロック予選ですね、長野県だと北進、東進、中進、南進っていう4つのブロックに分かれて、それで勝つと県大会っていう風になるんですけれども、そのブロック予選ですら予選のペア数、まあ、個人戦はダブルスなんですけど、ペアで数えるんですけれども300ペア以上あるんですよ。で今は分かんないですけど、当時はその5ゲームマッチっていうのが軟式にはあって、3ゲーム選手 2-2 でファイナルで、もう3ゲーム選手のめちゃくちゃ短い試合にもかかわらず300ペアもいると、まあ、開会式が8時とか9時に始まったとしても、僕たちこうシード選手って2回戦からやるんですけれども、2回戦始まるのがもうお昼過ぎて12時から1時ぐらいとか午後の1時ぐらいになるわけですよ。でまあその中学1年生の時のお話をさせていただくんですけれども、今回でもちろん僕たちそのジュニア上がりじゃないので、最初の中大連のは出場しないんですよ、1年生は。なので最初の、まあ、大きな大会っていうか中大連の大会ってなると、秋頃にある、まあ、新人戦っていうのがあって、長野県は当時はね学年別にまず分かれてたんですよ。1年生は1年生で試合をして、2年生は、まあ、2年生で試合をすると、まあ、なのでね僕はその実はまあジュニアから全然やってなかったんですけれども、隣の家の仲いい同学年の女の子がいるんですけど、その子がソフトテニスやってて、親がジュニアのコーチをやってたんですね。まあ、なのでその知り合いだったってこともあって、まあ、そのコーチにちょっとソフトテニスを社会体育って言って、まあ、こう部活外で、まあ、教わりながらクラブチームみたいなところでもちょっとこうソフトテニスをやりながらやってたっていうこともあって、まあ、新人戦のね、まあ、地区大会南進って言ってこう南の方の南進地区大会ではまあ優勝させていただいて、県大会に進むことができました。でこれラッキーだったのは、僕の同学年にジュニア上がりのソフトテニスの選手が多分本当に数える程度しか県の中でもいなくて、ソフトテニス自体がそもそもそんなに多分人気じゃなくて、もともと
ただこのブームに乗っかってただ人口が多くなってめちゃくちゃ多かったっていうだけで、すごい内容的にはこう薄っぺらい大会というか、もう多分もう本当に初心者の集まりみたいなのがもう1年生ですね。みんなもう本当多分ラリーも多分そんなに続かないし、サーブレシーブも多分下手くそみたいな。だからちゃんとボール入れてミス少なければある程度勝ち上がれるっていうのが、まあその当時の秋の新人戦だったわけで、まあ運よく県大会に行ってもなかなか勝てて僕で、準決勝とかなって県大会の準決勝でジュニア上がりの子と初めて当たったんですけれども、まあ 4-0 とかで普通に勝って、当時7ゲームマッチで、はい、まあ、本当にまあ運が良かったっていうのもあったんですけれども、まあ、そのままの勢いで決勝も勝って、まあ、初めての中大連はまあ優勝することができました。で、まあ、その新人戦でベスト8以上に入った人たちは、選抜インドアテニス大会っていうのがあって、冬に、インドアのでやる、まあ、ベスト8以上がもう1回試合をして、こう県の、まあ、何位かっていうの、まあ、ランキングみたいなのを決めていくっていう大会がありまして、まあ、そこではね僕、決勝で負けてまあ2位だったんですけれども、まあ、そんな感じで大体こう大きな大会は1年生はもうそんな感じで終わると。はい、まあ、それでいろいろ今運が良かったっていう話がまあったと思うんですけれども、まあ、何が一番運が良かったかっていうと、まあ、親の存在に尽きると思うんですね。こうやって YouTube に動画上げたりして、まあ、自分のプレー見たり、まあ、振り返る時間を作るって、まあ、テニスの上達につなげるっていうことをやってるんですけれども、まあ、親に毎回大会に来てもらって、まあ、ビデオを撮ってもらって、まあ、それを毎日こう見返すっていうことを僕やってまして、多分本当1日でも欠かさなかったですね。ビデオを見返したり研究するっていう、自分のプレーとか、まあ、誰かのプレーを研究するっていうのを欠かさずやっておりました。なのでね、これ僕のために休みを取って、まあ、仕事を休んで見に来てもらえる、まあ、主に母親だったんですけれども、もう母親にはもう本当にもう感謝してもしきれないくらい、まあ、当時ありがたくて、まあ、中学3年間ねいろんな大会にも来てもらって、まあ、本当に迷惑かけたなと思いますけれども、まあ、そもそもスポーツがもうできることっていうだけでもやっぱ幸せですし、もうラケット買ってもらったりユニフォーム買ってもらったりとか、もう贅沢でしかないですからね。もう本当にいろんなもの買っていただけるっていうだけで、まあ、ということでね、本当に、まあ、まあ恵まれた環境でやらせていただいた、まあ、親にはとても感謝しております。でこれ公式テニスの人はちょっともう分かんない人もいると思うんですけれども、まあ、軟式テニスやってた人はね、僕当時中大連の決勝戦の映像をよく見返していたんですけれども、その広島県の紅葉中学の石井中本っていうペアがもうえげつないぐらいうまく、まあ、特にその前衛の中本選手、まあ、あの早稲田大学に行って、まあ、ナショナルチームで全日本代表でもやってる素晴らしい、まあ、プレイヤーの方がいるんですけれども、その人の映像はもうめちゃくちゃ見てましたね毎日。はい、今回まあそんな感じですね、もうこう中学生時代のソフトテニス部の環境を振り返ってみたんですけれども、やっぱ昔のことを思い返すと本当に面白い話がまだたくさんあったり、まあ軟式テニスと公式テニスで多分こう練習環境とか試合環境とか、まあ、システムとかいろんなことが多分違うと思うんですね。はい、なのでね、あの公式テニス昔はこうだったよとか、軟式テニスやってた人も私たちの県はこんな感じでやってましたとか、こういう面白い話がありましたっていうのがもしありましたらね、ぜひ、まあ、あのコメント欄で教えていただければね、あの僕もすごいこう面白いと思いますんで、ぜひコメント欄で教えてください。はい、まあ、こんな感じで初心をちょっと振り返るのもなかなか面白いと思います。まあ、4歳の息子もテニスやってますんで、まあ、いろんな方にね感謝の気持ちだけは忘れないで、あのテニスの方やってもらえたらね、とっても嬉しいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。